はいどうもこんばんは、トレインです。本日もご視聴ありがとうございます。マリオカート8デラックス実況プレイやっていこうと思います。さあ今回はノコノコを使ってやっていこうと思います。で、カスタムの方は、ドリフトバイクちゃうな、スタンダードバイクを使っていこうと思います。まあなんでこれを使ったかって言ったら確実に気分です。ちょっと待って、仲間にやられているね、これ同じノコノコ仲間にまあまあ敵なんで、まあ、ここはねあえて何も言わないでおこう。さあちょっとねこの部屋結構ねレート高めっていうかね、俺が知ってるやつ何人かいて強い部屋だから、まあ、ちょっとね頑張っていきたいなと思います。さあ昨日さん赤コーラこれいいねどうしようかな。でもコイン取りたいんでこれは上行って上の3枚取りましょうか。ここでコイン取るか取らないかでね人生がね大きく変わる気がするんですよ。さあショートカットいきましょう。さあ緑危ないな、これ吸っちゃわないためにキノコで前出ちゃいますかうん、これで出て、まあ後ろからのプッシュがあればまあそん時そん時でなんやかん、いや俺嘘ーマジでかちょっと読めんかったなまあまあまあ、ちょっとコイン少ないのが嫌だね。コイン欲しいな、よいしょ。さあコインちょっと取って、無理やりだけど、おお後ろ消えてるね。いいの俺の前行っちゃってあーこれ取られるかな、取られなさそうだから前適当に投げて、おいいね昨日よ。これもしっかり取りたい、うん、ちょっと1枚取り損ねたけど2枚しっかり取れた。これちょっと危ないから、やばい危ない危ない、よしよし、おなんか事故り合ってんな。これちょっと前行っちゃいますか。いいよ、あれろあれろあれろ、いいよいいよ。あー1位でもキノコじゃないな、あれか赤コーラか、ちょっと後ろからのスナイプ怖いな。赤じゃないよねさすがに、なんか緑っぽかった気がするから、まあ、このまま行きますか。さあ前赤コーラ投げろ投げろ争え俺が勝てるようにゲーム仕組んでくれ。ちょ危ない危ない危ない、ちょ危ないって危ないって、追いついてます追いついてます、危ない危ない危ない、当たんないように当たんないライン取ろうね。いやー俺じゃない、オッケーオッケー、よし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 、全然前の人投げんな、俺じゃないわ、いけ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 、いやーキノコ持ってたか2位の人、まあまあ俺2位取れたしよしんとしましょう。さあ2レース目はエレクトロドリームです。まあ、ちょっとねさっきいきなり回線落ちしちゃったんで、別の部屋で取り直します。さあおやべえな、ミドさん回してる人がいらっしゃるあれ危ないな、ミドさんの人はまあいい感じの順位いるからまあ大丈夫そうかな。これはまあ1位の人バナナ持って危ないんで、まあ、僕はね、左行くことにしましょう。さあコイン取ったからしっかり、取ってうーんこれまあさすがに交換かな、よいしょ、反射させるようにまあ適当に投げといて、まあ、このコインは保持でいいから一旦はウィーンとしっかり斜めで伸ばして、赤コーラは俺じゃなさそうだね、オッケーオッケー。ただこれ2位の人にツリストで取られてなんか抜かされそうな気はしたけどそんなことはなかったね。さあここしっかり斜めで伸ばして、まあ、ここはあれだね、クラクション欲しいから一応交換しておこう。テリーさんに取られる、まあ、可能性もあるわけだけど、これはできたら消してきて、ああ消えないか、うん赤にか、さすがにこれはまあ OK、なんか向こう行ってくれたラッキーラッキー。まあそれだったらまあ延命はできたけどまあなんかいいアイテム引いておきたいな、結構前が詰まってるっちゃ詰まってるんでね。さあここもしっかり、お強いアイテム来たよこれさあこのボム兵強いけど、あートゲゾウ来ちゃったか。さあこれは前投げて、あでもこれ大丈夫、落ちたりしない、 OKOK、 しっかり軽減して、さあ私ボム持ってますよいいのかないいのかないやーマジか落ちた、いやーあのサンダー回避強くない、もうどうしようもないけど俺たちあの人の一人勝ちまであるけどおーおーまたキラーで上がってきた、これきつ1位に絶対強い相手を持ってんじゃんとりあえずこれうやばバナナ多いバナナ多い、とりあえずしっかりダブル、おーい押すなよバカったれ、うんやばい、しかも後ろ危ねえし、うわー危ねえ危ねえ、使って前詰めてしっかりダブル割って何が出るか、おお金キノ、金キノ強いけどこれ多分前もみんな強いんだよなどこまでなんか上がれなさそうあんまり、痛い痛い、何事故ってんのもうさあ3レース目はねじれマンションです。ちょっとねさっきの部屋レートがそんなにね高くなかったんで、
新しい部屋探してきました。危ない危ない。なんで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 、なんでなんでまあいいや。んー、これはアウト側のコイン取られるだろうから、違うね、イン側のコイン取られるだろうから、もう事故がひどいな。うん、どうしよっかな。とりあえずここほら、コインはよこせ、コインはよこせ。オッケー、しっかりコインを取っていく。うん、どうしよっかな。この手でさ、割と保持していってもいいかもしんないな。まあ保持していこうかな。これで何が出るか。うん、キノさんか。うん、どうしようかな。割と早めに前詰めてもいいけど、うん、難しいとこだな。いや、これはあれかな、ショートカットのとこでテレサ吐いて、まあ様子見で上がっていくっていうのが一番強いかな。結構前今詰まってるからね。よし、これでいけいけいけ。やばいやばい、ちょっとミスった、ミスったけどなんとかごまかして、バナナ交換。うーん、これ前だけ詰まってるけどな、無敵どうせなら欲しいな。やばいやばいやばい、無敵、いやー、ちょっとやめてくださいませんかね。よいしょ。こうスター出たら美味しいな。多分距離的には出ない距離だから、ちょっとあんま期待できないけど、うわぁ。よりによってなんか微妙なアイテム来たな。よいしょ。さあ、しっかりジャンプして、あ、なんかでも荒れてるね。いいぞいいぞ、荒れろ荒れろ荒れろ。いいぞいいぞ、めっちゃ荒れてる。いい、やばいやばい、ボム持ってる。どうすんのあれ。ちょっと前詰めて、いけ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 。お、なんかみんな事故ってる。よし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 、なんか1位出れたぞ。オッケー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 。このまま逃げ切っていけ。大裏バナナ、これは頼もしいな。さあ、ここもしっかりインついて、あとはトゲゾーかな、怖いのが。一番怖いのがトゲゾーかな。結構前も詰まってるでね。さあ、ここは UMT グライダーしましょう。ウィーンとしっかり伸ばして、さあ、赤コーラは俺じゃない、いいよ。あー、テレサに捉えたけど大丈夫、まだねバナナ残ってるからね。はい、オッケー、1位対戦ありがとうございました。さあ、4レース目は、リンリンメトロです。なんか最近多いな、リンリンメトロ。で、カスタムは、パタテンテンを使っていきます。後半は、これは1位出れなそうなんで、まあいつものごとく、まあ、打開を狙っていきましょうか。さあ、しっかりコインを集めて、見逃してやるか。たま、俺優しさ見せてやろう。やばい、止まれなかったな。何出るだろう。ファイヤーか、いらないな、いらないんで、適当にポン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 って捨てといて、次のアイテム、いいアイテムを狙うためにしっかり、あれ9割したいけど、あ、これあれだな、9割しなくてもよかったね。前あれだから、11人部屋っぽいからね、これ9割しなくてもよかったね。まあ、ただこのキラーは美味しいな。キラーしっかりしたタイミングで吐けば、まあ割と勝てるんじゃないかなと思うんだけど、危ないね。そこれはしっかり見てよけて、キラーもトゲゾーも出てるから、ワンチャンサンダーが出ててもおかしくないっちゃないんだよね。ここがちょっと怖いけど、ちょっと一番後ろの人なんか怪しいな。持ってそうな雰囲気あるんだよな、持ってそうな雰囲気あるんだけど、なんかめっちゃ前まで持ってきちゃったね。いた、使おう。まあ大丈夫、これでサンダー振ったら大きい。いやでもなんかみんなあれだな、キラー使ってんな。これはちょっとあんまり望みがないかもしれない。あ、やばいやばいやばい。2位の人が赤コーラ持ってるから攻撃できない。前投げてくれないかな。後ろ投げはちょっと勘弁願いたいんだけど、怖いな。投げろ投げた、危なっ、あいつ危ないぞ。とりあえず前でよ。いや危ない、痛い痛い痛い、ミスった。いや、まだ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 いける、まだいける、まだいける。諦めたらそこで試合終了、諦めたらそこで試合終了。おっけけけけ、赤コーラだけは前行ってる。さあ、ここ1個使って、おお、トゲゾー行ったけど、これギリ間に合わないんじゃないかな。よいしょ。さあ、ここショートカットして、おラッキー、間に合った、イエーイ、1位対戦ありがとうございました。さあ、5レース目は、違う、 DK じゃない、ワリオスノーマウンテンです。なんか言い間違えちゃうんだよね。さあ、ここはしっかりコイン取って、スピードを、ね、上げていきます。まあ、軽量級だからね、ノコノコはスピードがないとマジで悪い時にね、ポンポコポンポコ押されちゃうからね、早めにコイン回収するのは非常にね、大事ということで、後ろはまあまあ離れてるな。これだったら大丈夫そうだな。後ろしっかりジャンプして、どこだ、ちょっと見えないな、見えないけど多分近くにいるんだよな。とりあえず傷つけておきましょう。まあ、なんかあってからじゃ遅いからね。よいしょ。さあ、しっかりジャンプして、ここね、やっぱ軽量級だとミニターボ値が高いんで溜めやすいですね。よいしょ。走りやすさにすごい関わってるかな。よいしょ、ここら辺に置いといたろ。地味やらしいポイントね。
よいしょ、ジャンプして、ほい、赤コーラは俺じゃないよ。よいしょ、さあコインも10枚集まってるし、まあこっからもうトゲゾー来ないでほしいかなっていうだけだね。よいしょ、ここにバナナ置いといて、おお、めっちゃバナナ出るね。とりあえずまあ僕としてはあれが欲しいからね、クラクションが欲しいんで。うー、これ待って、絶対誰か回線落ちてるやつだ。コイン2枚ね同時に出るときってね、まあ、誰かが本当にね回線おかしくなってるときだけなんですよ。うん、だから後ろはねこういうときねキノコしか引かないから、まあ、逆にね安全まであるけど、このアイテムテーブルがいつ戻るか分かんないからね、こういう風にねまあ油断してると、まあ、後ろからね刺されちゃうっていうねことが起きるので気をつけた方がいいですね。とりあえずここ後ろにポンって適当に投げとくか当たればラッキーぐらいでね。さあここしっかり通って、いやー赤コーラはまあ消すか。よいしょ、うーん、200回来ても多分大丈夫かな。あー来たけど、まあ軽量級の間に合うこれ怪しい怪しいけど、オッケーオッケーオッケー、ギリ間に合ったね。対戦ありがとうございました。さあ6レース目はリボンロードです。やばい、押されそうよいしょ、ここは SMT でちょっと前に逃げて、さあコインもしっかり取って、よいしょい、さあ結構いい感じね、これ最初に頭抜けれたのは大きくて、ちょっと前争ってるからこれはコイン取れそうかな。よいしょ、しっかりコイン欲張りコイン回収して、よいしょい、さあいいね。さあここはちょっとあれだな、テレサケアで一応ね念のためのテレサケアでコインは、まあ、落ちてるところから拾っていきます。よいしょい、さあここは吸っていって、おー、まあこうなったらねやばいな、ちょっと後ろのミドさんじゃないわ、あのバナさんが怖いけど、おお、よかったよかった、コインが取られる分には OK。 なんかファイヤー持ってるような気がしたけど気のせいかな。さあこのまままあ逃げ切っていきましょうか。よいしょ、さあしっかりジャンプして、危ない危ない危ない、うーん、後ろ結構離れてんな、まあ、ただまあ何が起きるか分かんないんで、よいしょ、ポイッと捨てといて、ね、クラクション引きに行きたいんだけどまだ出ないね。よいしょ、さあここはミスんないね、こうミスんないようにするのが一番大事まである。よいしょ、さあしっかりジャンプして、最近ほんとねここ練習した甲斐もあって結構ね走りに無駄がなくなってきてね、すごい楽しくなってきてるわ割と練習したら楽しいコースなのかもしれない。後ろの人はキノコか、うん、どうしようかな、まあ、ちょっかいかけなくていいな、最悪なんかトゲゾウ飛んできたら、あ、かわいそうに3位の人の赤コーラでやられてるね、あれ。まあこうなったらほんとね、どうしようかな、ここをちょっと置いとくか、抜かされにくくなるように。結構いやらしいとこにバナナ置いたから当たりやすいとは思うんだけど、あ、やばい、これ落ちるかな、危ない危ない危ない。よいしょ、さあここをミスんないように、オッケー、しっかりジャンプして、ここはこうかな、あーやばいな、トゲゾー来ちゃったけど、さあどうかな、出るかな、これ出ないと結構負けなんだと思うけど、やばいなー、これ2位の人がショートカットしてきて負ける未来がなんとなく見えなくはないぞ。やばい、これあーでもなんか後ろ潰し合ってくれてる、よしよしよし、オッケー、なんとかギリ間に合っていく。対戦ありがとうございました。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。